はい、こんにちは、レトスノームです。今回なんですけども、地下工事法の2回目の動画を解説いたします。今回の2回目の動画では、地下工事の流れの2番から4番、これを中心に解説していきます。前回の動画では地下工事の流れの一番最初、この部分について解説したので、この部分、理解していない方は前回の動画をご覧いただければと思います。で、一応軽く復習しておくと、まず地下工事を行うためには、標準地という地下を工事する地点をこう決めていかないといけないんですね。全国各地のどの地点を工事するのか、これを決めないといけない。選定しなければいけません。この選定を行うのは、土地鑑定委員会という地下工事の専門部署があるんですね。これは国の組織です。ここが選定をしてきます。標準地を選定していくんですね。で、その後、鑑定評価を行っていきます。この鑑定評価を行うのは、不動産鑑定士なんですね。で、この不動産鑑定士なんですけども、土地鑑定委員会が毎年1回、2人以上の不動産鑑定士に鑑定評価を求めます。つまり、土地鑑定委員会がありますよね。土地鑑定委員会が2人以上の不動産鑑定士に、標準地を鑑定してくださいというふうに求めるわけですね。で、求められた不動産鑑定士は標準地を鑑定します。で、この鑑定についてなんですけれども、2番ですね。不動産鑑定士が以下を勘案して鑑定評価をする。勘案するっていうのは考え合わせるということです。1から3の内容を考え合わせて、この標準地を鑑定、評価すると。いう内容なんですね。じゃあ何を考え合わせるのか、何を勘案するのかというと、3つあります。1つ目が、近傍類地の取引価格。この標準地の周りですね。近くの土地の取引価格。ここから算定される推定の価格。まあ、細かく書いてあるんですけども、周りの取引価格から考えて、この標準地の値段っていうものを導き出しましょうという話ですね。また、近傍類地の地代等から算定される推定の価格。周りに借地があるのであれば、その借地の地代ですね。地代も考え合わせてくださいね、と、まあ、いう話です。で、3つ目。同等の公用を有する土地の造成に要する推定費用の額。これも考え合わせてくださいね、と、まあ、いう内容です。で、この3番どういうことかというと、例えば、この標準地というのが、まあ、宅地だったと仮定しましょう。で、周りの土地が、例えば、山林だったと言った場合、周りの土地山林なので、山林と宅地って評価しづらいわけですよね。だから、じゃあ山林については、宅地にするために、造成するための費用がありますよね。そういったものを加えて計算をすると、周りの宅地の価格っていうのが大体わかるわけじゃないですか。なので、まあそういったことも考えてくださいね、と。まあいったイメージです。で、この同等の公用っていうのは、まあ、同じような、利用の仕方と考えていただければ分かりやすいと思います。山林と宅地って利用の仕方違いますよね。なので、宅地、標準地が宅地なのであれば、周り山林という場合は、山林をじゃあ宅地というふうに、同じ利用状況にするために必要な価格ってどれくらいなのかというところを考えて計算してくださいねと、まあ、いったイメージで大丈夫です。で、3番目ですね。土地鑑定委員会が鑑定結果を審査し必要な調整を行う。今、2番のところで、2番の2ですね、のところで、不動産鑑定士が鑑定しましたよね。で、鑑定したものを不動産鑑定委員会にお知らせします。この標準値はこれぐらいですよ。みたいな感じでお知らせします。で、お知らせしてもらって、その内容を審査するんですね。鑑定結果を土地鑑定委員会が審査をして、で、必要な調整を行います。まあ、丸々そのまま使うっていう場合もあるんですけども、いや、ここもうちょっとこうした方が、こう考えた方がいいんじゃないのかっていうふうに、まあ、必要な調整を加えるということですね。で、結果として、標準値1平米あたりの正常な価格を判定します。まあ、これは1月1日時点ですね。毎年1月1日時点での、標準値1平米あたり、この1平米あたりというのは単位面積あたりと同じ意味です。単位面積あたりの
正常な価格を判定します。正常な価格っていうのは土地取引を自由に行わせた場合通常成立するような価格を言います。まあ、簡単に言えばある土地があって普通に売買をさせたら市場に出して売買させたら、まあ、いくらぐらいになるのかっていう目安ですね。まあ、これが正常な価格です。で、ここで注意していただきたいのは標準値1平米あたりの正常な価格なんですよ。例えば100平米の標準値がありました。100平米1000万円でしたといった場合、これは100平米あたり1000万円なので1平米あたりだと10万円ですよね。つまりこの標準値1平米あたりの正常な価格は10万円っていうことなんですよ。ここ注意しておきましょう。1000万円ではありませんからね。あくまでも1平米あたりの正常な価格なんで、この点は注意してください。で、標準値の所在、単位面積あたりの価格、土地の利用の現況、まあ、現状をどのように土地が利用されているのか、先ほども言った通り山林なのか宅地なのか、まあ、そういったところを公示すると、まあ、いうことですね。なんで、まあ、公示する内容っていうのは所在だったりとか単位面積あたりの価格だったりとか土地の利用の現況、どういった使い方をしているのか、こういったものを公示します。で、公示したら次何をするかというと、土地鑑定委員会は公示後速やかに書面、図書を関係市町村長に送付します。まあ、簡単に言ったら資料です。地下工事に関する資料っていうものを関係する市町村の長、ここに送付するんですね。で、送付を受けた市町村長はこの市町村の事務所で3年間閲覧可能な状況にしなさいよと、まあ、いう話です。だから関係市町村行ったら地下工事に関する図書というものを一般公開しているので誰でも見れると、まあ、いう話ですね。もう最近ではネットで調べるっていうのが多いと思います。ネットでも調べられますんで、ご自身がお住まいの市町村の名前入れていただいて、あと地下工事っていう風に検索していただくと、まあ、出てくると思います。まあ、今回が地下工事の流れですね。この部分よく出題される部分なんで、全てですねちょっと頭に入れていただければと思います。一つ注意してほしい部分で言うと、この部分ですかね。1から3というものを勘案する、考え合わせて鑑定評価をしてくださいねというところで、例えば、引っ掛け問題で平均して鑑定評価すると出てきたら、まあ、それは誤りです。必ずしも平均するわけではなくて、あくまでも考え合わせて鑑定評価、結果を導き出すと、まあ、いった流れになりますので、この点は注意をした方がいいと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。